SDGs を笑う根拠ですね。とある高校生さん、男性10代です。えー、高校の最初の家庭の授業で、ああ、家庭っていう授業項目があるんだよね。たぶん、あの、なんだろう、生活とか家庭という科目があるんだろうね。自己紹介と一言コメントを一人一人言う、そういう時間に SDGs を正直鼻で笑ってしまいますと発言しました。笑いは取れたんですけど、それだけのことを言って、 で、世界が取り組もうとしている問題を小馬鹿にするのならば、それ相応の根拠を次の授業までに用意しておけと言われました。おー先生言うね。どのように鼻で笑ってしまう理由の根拠を展開して納得させられるでしょうか <laughs> はぁ、あ、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 は。授業中にそんなの言ったんだろうね。言ったのね。まあまあ、あの、いい,せい,い先生だよ。先生としてはいい切り返しだと思うよ。SDGs を、 あなんか言っても正直半で笑っちゃいますっていうような、あの、高校生に対して <laughs>、じゃあなんでかちゃんと根拠を持って言いなさい。次の,こあの授業まで考えなさいっていうのは、すごいいい先生だと思うんですけども、さて、どのように理論を展開して納得させられるでしょうかって <laughs>、君はもうこれに勝ちたいわけだね。でも俺もあの、SDGs ってよくわかんねえからさ、なんか仕方なく、とりあえず思い出そうと思って、 これね、公明党のホームページに載ってる <laughs> <laughs> やつから持ってきたんだけども、まあ、あの、世界から貧困をなくそう、世界から飢餓をなくそう、すべての人に健康、まあ、と、ああまあ、医療をね、えー、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しようと、水と衛生、ね、エネルギー。うん、まあまあ、ざーっと書いてるんだけど、書いてることに、なんか、 確かに文句はない。全然文句はないんだよね。で、馬鹿にしたい気持ちは分からんでもないけども、それを授業中にやって受けたんだったら、まあもうそれで、 一つ勝ったからいいじゃん。一回それで勝ったんだから。で、それで先生に言い返されて、で、次の授業まで発表だったら、すい、あの、すいません、思いつきませんでしたって言って、また笑ってもらえば。つまり、一回、マウント取って笑い取ったわけだよね。じゃあ、次は、マウント取られて笑い取って、そこで引き分けでいいんじゃないのかな。別にこ、これをね、あの、バカにする根拠を、 君が喋れるように <laughs>、パッと僕が説明するよ,よ <laughs> 誰くだ、だけごめんね。あ、とある高校生くん。とある高校生くんが笑いにできるようにっていうのはちょっと難しいな。僕だったらどうするかな。僕だったら、まあ僕も SDGs って都合良すぎるよねとは言いますよ。これ全てやろうとして、 で、人口を70億人から80億人に増えていく中で、これって可能なのとか思うんですけども、ただ、それを可能にしようっていう理想を掲げてそこに進むわけだから、ハードルは高い方がいいし、目標も高い方がいいし、その旗は綺麗な方がいいしっていうふうなことで、 全然悪いこっちゃないと思うね。改めて見てみたら、全然悪いこっちゃないんだけども、僕も鼻でなんかふふんって笑うし、多分これのために寄付するかって一円も寄付しないと思うんだよね。なんでかっていうと、それはあくまで理想に対してみんなが向かっていく話みたいなもんで、そういうなんか宗教みたいなものに、 お金はつぎ込もうとは思わないなぁんんん。で、なんでですかって聞かれたら、いや、ひねくれもんですからすいませんって言って、やっぱ自分を落として、なんかこうみんなに笑ってもらってそこで落ちみたいな感じになると思います。先生あなたは寄付しましたかああ、そういうふうに反論しろってことね。そこでもう一回勝ってもしょうがないんだよ。<laughs> あのね 一勝って三負けるぐらいがちょうどぐらいのバランスだから <laughs>、まあまあまあ。出ないと、あの、広行きの道に行くことになってしまうんだけど <laughs>、そんなところに幸せはないよ。フランスに行って負け惜しみしか言えなくなるからやめといた方がいいよ <laughs>。